おはようございます。釣り子 TV です。これついに今活の巨大ペンシルスラムドッグモンスターが発売開始になったということで、早速ね一つ買ってきてみましたよ。でね、ちょっと欲しかったこの背中が黄色でね、視認性の良さそうなカラー、これなんてカラーだっけな、ストロングチャートっていうカラーで、で価格はですね2900円で売っていました。まあちょっと大きめのプラグなのでお値段もねちょっと高めなのかなといったところですけども、こんな感じのケースに入ってるんですが、まずねこのカラーリングがね、もう最近の今活ルアーね、あのリアルプリントとかももちろんありますけども、こういった、まあ、顔立ちカラーね、なんか釣れる気にさせてくれるなっていうね、色が多いなっていう印象ですが、早速ちょっとねどんな感じのルアーか見ていきたいと思います。スラムドッグモンスターね、これねフィッシングショーとかでも展示されていたりして、いつ出んのかないつ出んのかな、秋に間に合ったって感じですが、はい、こんな感じね、大きなボディにトリプルフック搭載で、あ、まあちょっとこう動かすだけでね、あ、音するな、これすごいね、これの大元になったね、アマゾンペンシルなんかも音がね素晴らしいんですけども、このスラムドッグもいい感じの音を奏でてくれそうじゃないですか。で口にスプリットリングがついていて、で、まあ、ちょっと針はもっとごついのがついてるかなと思ったら、刺さりの良さそうな、そこまでねごっつい針ではないなっていう印象で、スプリットリングもそこまで強力なサイズではないので、もし心配だったらねこれ外して付け替えて、まあねモンスター狙う時ね、ちょっとスプリットリング小さめかななんていう風に感じましたが、これのね大元になったプラグ、これもね大好きで持っているので、はい、じゃじゃーん、アマゾンって書いてありますけどね、アマゾンペンシル、ちょっとこうサイズがね小さくなったのかな、このプラグが、もう大好きでしょうがない人がいろいろこう今活社と組んでどんどんテスト開発を進めて進めて、いよいよ登場っていうことで、ちょっとこれブラックバスには大きすぎるかなってことで短くなったんですね。ただボディの幅とかは全然細くなったりはしていないので、まあ、ブラックバスにおいてはより使いやすくなったのかな。これねちょっとね、まあ、大きすぎる、ブラックバスに使うにはどうしようなんていう、躊躇することがあったかもしれないんですけど、それをより使いやすく仕上げたっていう感じなんですかね。まあね、これはこれでもう名作中の名作で、たまにねあの中古釣り具屋さんとかで置いてあったりするので、これ状態がいいのがあったらね追加で、買ったりするんですけども、まあこれからはねこのスラムドッグモンスターっていうね新しいやつがあるんで、まあこれを買ったりもできるのかな。どうですかこの感じ、まあよりちょっとリアルな感じになって、まあ、でこれの特徴もかなり遠くにいてもどこにいるかね一瞬でわかる、このカッチンカッチンってね、ドッグウォークをね綺麗にさせるとね、もうすごいね遠くから響き渡ってくるんですよね。これとこの出た頃にね、あとねタライロンってね、あのペンシル、もうちょっとねあのひょうたんみたいな形のペンシルがあるんですけども、それもねめちゃくちゃね音が良くて、なんか釣れそうってね、気がする、そんなこのビッグペンシルでこの騒がしいこの音で、まあねよりちょっとリアルシェイプに変わったことによって見に来たバスをまあ騙しやすくなってるのかな、どうかなっていう感じですけど、まあ実際使ってみないとっていうところではありますが、まあビッグペンシルなんでもちろんブラックバスでも使うんですけども、そろそろねあの一気に台風が過ぎて空気が秋っぽくなってきましたよね。
こうなってくるとね、がぜんね、シーバス釣り、ね、スズキを狙った、まあ、ルアーフィッシングが、いよいよ、ハイシーズン突入っていう感じになってくるんですけども、そんな時に、まあ、広いね、フラットな、広い海から、トップウォーターで、比較的デカめのシーバスを狙う。そんな時にね、こいつがね、すごいね、毎年、役に立ってるんですよね。で、まあ、これを使っていると、まあ、シーバスって口でかいですから、これでも小さいなぁなんて感じることがあって、それで例えばメガバスのメガドックとか、ヘドンのスーパーマグナムザラスプークとかね、そういったのをね、投げたりするゲームがあるんですけども、それの、まあ、一番最初魚いるかどうかなぁなんて探るときに、このアマペン使うんですが、今年は、せっかく出たので、この新しくね、スラムドッグモンスター、これもねちょっとその広範囲に魚がいるかいないか、まあいたらねバコーンってすごい水柱が立つので、あーいた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 っていう感じでね、投げ切れたりするので、で実際にこれこういうもう刺さりのいいトリプルフックが搭載されているので、まあかかりはもう間違いないのかな。でシーバスで使う場合だと、もうちょっとね、海水ってより浮力とかも高まるんで、スプリットリングの番手を上げるか、あと針をね、引っかからない範囲でもうちょっと大きなのにしてみようかなとか、最近流行りのね、こう、ツインフックとかにね、変えてみようかななんて思うんですけど、まずは錆びるまでね、この吊るしの状態の最初からついているバージョンで行ってみようかな。もちろんね、ブラックバスでもまだまだね、トップウォーター効くシーズンなので、投げ込んでみようかななんていう風に考えております。じゃあね、この裏にいろいろ説明書きが書いてあるので、ちょっと見ていきたいと思います。まずスラムドッグモンスタースタンダードカラーということで、大きさがですね 145mm だよというところと、ウェイトは 40g だよ。でカラーは先ほども言いましたけども、ストロングチャートというカラーですね。で適合タックルが7フィート前後のミディアムヘビーからヘビーアクションのベイトロッドで、14ポンド前後のフロロカーボンラインもしくは18から20ポンドのナイロンラインを推奨ということで、 P ラインはね何っていう風に書いてないですけども、まあそうですね、 40g あるので3号以上、まあ4号から5号6号ぐらいの P ラインで使おうかななんていう風に考えておりますが、で説明書きの方だと、狡猾で用心深いフロリダバスをも切れさせるハイトーンの金属サウンド、そして強烈な水押しパワーを発揮するパワフルドッグウォーク、広大なビッグレイクのモンスターバスを水面ハイスピード攻略する切り札、それがスラムドッグモンスターです。池原ダムのモンスターハンターとしてその名を知られる黒崎健一氏の熱烈なリクエストに応えて開発されたスラムドッグモンスター、 145mm、 40g のビッグボディながら長時間連続使用しても疲れがたい軽快な操作性、強い水押しと黒崎氏がこだわり抜いた金属クラッカーサウンドによる高い集魚能力を兼ね揃えたモンスター専用ビッグペンシルベイトです。18ポンドから20ポンドの低振動のナイロンラインと7フィートクラスのレギュラーテーパーのミディアムヘビーアクションロッドで最高のパフォーマンスを発揮しますが、専用タックルを用意しなくてもジグやビッグベイト用の14ポンド前後のフロロカーボン H アクションファーストテーパーのロッドで臨機応変に使用しても安定した操作性を発揮する、懐の深さもスラムドッグモンスターの特徴です。着水からボートギアまでの連続高速ドッグウォークでは金属サウンドとスプラッシュがバスに水面に覆われたハスやアユを演出、強烈なアピール力でリアクションを誘います。またポーズ&ゴーで移動距離を抑え時間をかけたスロースケーティングではわずかな動きにラトルチェンバーが敏感に反応し、涼しげで明快なサウンドでバスをミドルレンジからでも浮かせて食わせることができるビッグペンシルベイトです。ということで、池原ダムとかね、ビッグレイクの琵琶湖とかね、そういったところっていう、イメージで作られたルアーなのかなってね、説明書き読んでると思いますけども、まあリザーバーであれば、例えばそうですね、関東でも例えば三島湖とかね、トズラッパラなんかもトップ
クォーターよく釣れますし、状況によってはね、亀山なんかも結構大きめのベイトをバスが追い詰めてる姿っていうのはよく見かけますんでね、そんなまあリザーバーで使ってみたいななんていうところと、あとはこれの収玉効果を利用してって考えると、例えば霞ヶ浦水系でまあバスのポジションがいまいちわからないなんていう時にも活躍してくれるのかな。ペンシルベイトのトップウォーターの釣りだと、どちらかというとダム湖よりも自分はあの霞ヶ浦水系とかでね、結構前ですけどもやり込んでいた時期があって、まあもちろんねペンシルベイト、大きなペンシル、まあその当時だと例えばズイールのアマゾンペンシルとか、まああのねメーカー各種もペンシルベイトいろんなサイズがあって、で大きめなペンシルなんかもいっぱいあったので、まあ、このぐらいのサイズまではねなんとなくよく釣ってたななんて印象があるので、であちらはねあのウッド製で静かにヌメヌメ水押しっていう感じのペンシルで使ってましたけど、これこのねプラスチックならではの甲高い金属サウンドがね発生しますんで、より広範囲から魚を見つけるなんていう時もね役立ってくれるんじゃないかな。でまあほんと微妙な差なんですけど、これだとねちょっとねでかくてね、あんまり関東のブラックバスでは使ったことなくて、ほんとシーバスばっかりだったんですけど、あとねシーラ狙ってみたりとか、こっちのサイズだったらねほんとねブラックバスなんかにもねあの躊躇なく投げやすいのかな。で説明書きのところにもありましたけども、そこまであの専用のタックルを準備しないでも大丈夫だよみたいな風に書いてありましたんで、まあ自分で使う H クラスの竿だと普段そうですねファーストテーパーでジグストとかね、ライトテキサスなんか使ってる竿ほとんど H パワーのモデルが多いので、それで臨機応変に使っても大丈夫だぜって書いてあるのはちょっとね扱いやすそうだななんていう印象ですね。まあねこんな感じで見ていきますが、まあ 40g っていうことなんで、通常最近あの海で使うペンシルベイトはですね 100g 超え 130g とかそういった重さのものが多いので、でもやっぱそこら辺投げるってなるとシーバスで置いてもちょっと専用タックルがないと投げるのを躊躇しちゃってたんですよね。ただまあそういう差を持っていかない時もあるわけで、でもちょっとビッグペンシルならではのねちょっとなんだろう下から沸かせるね波紋を出したい、まあミノーとかちょっと潜ってるけど食わないんだけど、もしかしたら表層でもじもじ動いてるやつだったら食うかも、そんな時にねあれ今日ビッグベイトロット持ってきてないやなんてことがまあよくあるんで、その時に 40g であれば投げ方さえ気をつければちょっとメタルバイブとか投げてるスピニングタックルで PE でリーダー組んだやつなんかでもさっとね投げれるんじゃないかなっていうことで、まあ自分のイメージだとどちらかっていうとブラックバスよりはこのサイズのペンシルはあのシーバス用のボックスにね常備することが多くなってくるんじゃないかな。もちろんねブラックバス行くとき、あとは雨がねざんざん降りで、通常だとペンシルは存在感かき消されちゃうからあんまり投げないなんて時も、このガチャガチャした音とこの大きさから来るシルエットのね大きさとかで、ちょっと雨ざんざん降りの羽物投げたいなんていう時も、ここまでアピールしてくれそうなルアーだったらちょっと投げてみたいなね。あとはまあ朝のねちょっともやーっとしたねトップウォーター抜群なタイミングなんかでもちょっと投げてみたいななんていう風に考えております。ちょっとね最近釣り行けてないんですけども、まだまだねこういったトップウォーター効くシーズンなので、まあね昔からあるこれも持っていきつついろいろと試してみようかななんて今年は計画中です。はい、で結構ね人気でねあんまり数なかったんですよ。色もねあんまり選べない感じで、あーでも一番惜しかったちょっと一番目立ちそうな色あったーと思ってねこれ変えたんで、早速ね釣り場に行ったら投げてみたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV は今勝のね待ちに待ったねテスト期間結構長かったですよね、スラムドッグモンスター、これを買ってきてみたいなこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。